重宝刀剣類所持等取締法、模造拳銃模造拳銃とは、金属製の拳銃模造品のうち、新生拳銃と識別するための法定措置が施されていないものを言う。金属製玩具拳銃などによる威嚇目的の悪用を防止するため、九百七十一年の重宝刀剣類所持等取締法改正によって、規制対象に加えられたものであり、模造拳銃に該当する。 拳銃模造品は、所持が禁止されている。1960年代から、成功な金属製マング拳銃が販売されるようになったが、同時に、強盗、強括などに悪用される事案が増加した。行政指導により販売時に身元確認を行うなど、悪用防止策が講じられたが十分な効果が認められず、1970年には、ハイジャックのような重大事犯にも使用された。 1971年、これら自犯の発生を防止するため、銃刀法が改正され、新生拳銃と紛らわしい形態を有する拳銃、模造品に対する法規制が行われた。法令改正により、金属製の拳銃模造品は新生拳銃との識別措置として、銃空に相当する部分を金属で完全に閉塞し、銃波に相当する部分を除く、表面全体を白色。 または黄色に着色することが定められ、これらの措置が施されていないものは模造拳銃として所持が禁止された。この規制はすでに販売済みの金属製、玩具拳銃にも適用されたため、模造拳銃に該当する玩具拳銃を所持しているものは、法定措置を施すか、または廃棄するかのいずれかを選択しなければならなかった。なお、 小銃や機関銃などに類似する形態を有する、いわゆる長物は陰徳性が低く悪用されがったかったことから、規制対象にはならなかった。規制の例外として、輸出のための模造拳銃の製造もしくは輸出を行とするものまたはその使用人が業務上所持する場合、事業上の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出ることにより所持が認められる。 1977年に金属製モデルガンの違法改造対策として新設された模擬重機規制と混同されやすいが模造拳銃規制は新生拳銃との外観類似性の悪用を防止するための外観規制であり改造防止を念頭に置いたものではない。銃刀法第22条の2第1項の定めにより 金属で作られ、かつ拳銃に著しく類似する形態を有するものは、模造拳銃の該当要件を備える。ここで言う金属とは、鉄、銅、亜鉛、アルミニウムなどやその合金の総称である。したがって、プラスチックや木材など、金属以外の素材で作られているものは、模造拳銃には該当しない。金属と、金属以外の素材を組み合わせて作られたものについて、 判断基準を示した判例は見当たらないが、新生拳銃との外観類似性に着目した規制であることから、外から見える部分の素材移管が判断要素になると考えられる。また、行政官庁からの指導要請に基づき、ガング銃部品の業界団体が発出した通知には、ガン拳銃用の金属外装を組み合わせた場合の判断基準が示されている。 拳銃に著しく類似する形態とは、一般人の注意力では新生拳銃と区別できない程度の形態と介され、色や光沢、重量感などを総合的に勘案して判断される。したがって、極端に大きなものや小さなもの、明らかに子供向け玩具銃であることがわかるものなどは、模造拳銃には該当しない。また、小銃や機関銃などに類似する形態を有するものや、 古式銃砲は、ここでいう拳銃には含まれない。蒸気の二要件を両方備えるものであれば、モデルガン、エアソフトガンのようなガング銃だけではなく、可動部分がほとんどない拳銃型のライターや、分鎮なども、規制対象になる。重空閉塞と表面着色が施された、金属製ガング拳銃蒸気の二要件を両方、備えるものであっても、内閣不礼に定める措置として、 重空に相当する部分を金属で完全に閉塞し、表面の全体を白色、または黄色としたものは模造拳銃には該当せず、規制対象から除外される。新生拳銃と識別するための措置として、重空に相当する部分を金属で完全に閉塞することが定められている。新生拳銃と識別するための措置として、重波に相当する部分を除く。 表面全体を新生拳銃には一般に使用されない白色、または黄色に着色することが定められている。規制後に発売された拳銃型の金属製、モデルガンの表面は、メッキによる着色のため金色を呈しているが、金色であっても、銃刀法施行規則第102条の適用に際しては、黄色に含まれるものとされる。なお、銀色は白色とはみなされないため、 経年変化などにより、金色が退色したものは、再着色の必要がある。重刀法第35条2の定めにより、模造拳銃の所持の禁止に違反したものには、20万円以下の罰金が課せられる。行政指導に基づく、標識1962年の純国産モデルガン、誕生以降、メーカーの技術向上により成功な金属製、モデルガンが多数出回るようになった。 これに伴い、モデルガンを申請拳銃に見せかけて強盗などの犯罪に悪用する事案が相次いだため、1969年には申請拳銃と識別するための標識をモデルガンに付すことや、身元確認のため購入者に住民票の写し等を提示させるなどの行政指導が行われた。しかし、その後も悪用される事案が続き、1970年には、 全日空アカシアビンハイジャック事件にも使用された。モデルガンは弾丸発射機能のないおもちゃであり、法に定める銃には該当しないが、新生拳銃と外観の類似性が高いことから人に恐怖心を誘起させる目的で悪用される事案が多く、危害予防の観点上、銃刀法による規制が必要であるとして、これらの所持を禁止する改正法案が作成された。 改正重当法案は1971年2月16日の参議院地方行政委員会から審議が始まり、以降衆参両院の地方行政委員会で7回に渡り審議された。法案審議の過程で木製ガング銃も規制対象に加えるべきではという意見も出されたが、実際に悪用されたものは、ほとんどが金属製、モデルガンであり、子供向けガング銃まで、 規制対象に加えるには及ばないとして、規制対象は金属製のものに限定された。また、日本国内で所持禁止にしながら外国への輸出は認めることを疑問視する意見もあったが、輸出先には新成獣が比較的容易に入手できる国が多く、玩具程度では問題にならないことや、規模の小さな玩具従業界保護の観点から、 輸出まで禁止するのはメーカーが受ける打撃が大きいとして輸出用は規制対象外とされた。改正法交付から規制の施行まで6ヶ月の猶予期間を設け、その間に玩具従業界などを通じて所有者に法定措置の実施、または廃棄を周知させることとしたが、当時の国内には模造拳銃に該当するモデルガンが推定70万から80万兆。 存在し、押し入れや戸棚の奥へ置き忘れたものなど、規制施行後に所有者が意図しない形で犯罪を構成する恐れや、法定措置の認定基準が、現場警察官の裁量に左右される可能性がある、ことなど、規制の運用に対する懸念が示された。これについては、範囲のない所持まで、直ちに処罰対象にするような運用の仕方は、行わず、 規制施行後も模造拳銃をなくすよう努力を続けるとされた。改正銃刀法は1971年3月26日の衆議院本会議で可決成立し、同年4月20日交付、模造拳銃規制については6ヶ月の猶予期間の後、10月20日から施行となった。また、 模造拳銃の具体的な要件を定めたフレーは1971年4月22日発行の官報第1 3300号で交付された。法案の提出から交付まで2ヶ月余りであったが、この官玩具従業界やモデルガン愛好家などから規制に反対する目立った動きは見られなかった。規制の影響により金属製、 モデルガンの出荷数は1970年の44万6000兆から1971年には34万4000兆まで減少した。1972年には模造拳銃の規制対象にならないプラスチック製モデルガンが発売されたが、規制による金属製モデルガンの出荷数の落ち込みは一時的なものであり、1973年、 以降の出荷数は規制前をを超える伸びを示したこの間、金属製、モデルガンの違法改造事犯が増加したことにより、1977年には、再び法規制を受けることになった。近年、古い金属製、モデルガンがネットオークションに出品されることがあるが、拳銃型の金属製、モデルガンは、模造拳銃規制と模擬銃器規制の両方が適用されるため、 注意を要する。模造拳銃に該当しないよう法定措置が施されたものであっても模擬銃器に該当するものは販売目的の所持が禁止されているためオークションへの出品は取り締まりの対象になり得る。また外国からガング銃を輸入する場合それが模造拳銃に該当するものであれば法定措置を施さない限り通関できない。ガング銃の人気が エアソフトガンに移行してからは、エアソフトガン用の金属外装が販売されるようになったが、拳銃型エアソフトガンの外装をすべて金属製に換装した場合、模造拳銃の該当要件を備えることになるため、法定措置を施す必要がある。2003年1月には、模造拳銃の所持容疑で、ガン銃販売店が摘発され、これを踏まえて、 関連法規の周知徹底を推進する、要指導する通知が発出されている。ありがとうございます。